9月20日生まれの君へ、誕生日おめでとう。君の人生の主人公は君なんだということをもう一度思い出そう。君は宇宙からの大きな愛に包まれていることを。もし今君が無力感を感じていて、解決できない問題に困っていて、世界の片隅に自分が追いやられたように感じていたとしたら、視点を変えてみよう。君のいるその場所が世界の中心なんだってこと、その場所から君から全てが始まるんだってこと。君の人生は一幕の長い映画だ。君はずっとその主人公を演じている。宇宙の英知たちが君の物語をじっと見つめている。君が笑ったり喜んだり泣いたり怒ったりするのを一緒に体験してワクワクしている大勢の観客たちがいる。次はどんな展開が待ってるんだろう。主人公はどんな幸運をつかむのだろう。今ある試練を超えて、愛する人に出会って、それから君の物語はハッピーエンドへ向かって続いていく。誕生日おめでとう。忘れないで、君がこの映画の主人公。大好きだよ。